先ほど大変ショッキングなニュースが飛び込んできました。緊急で動画を撮っています。普段は情報を集めて精査して、ある程度裏取りなどをして、そして撮影後にフルテロップ編集をしていますが、今回はそういうことはできないことをご容赦ください。今回はね、もう収益とかもしてませんから。で、安倍元総理が打たれました。えー、こちらは7月8日午後0時33分の朝日新聞の記事の引用になります。以下引用です。 えー、8日午前11時半ごろ、奈良市の近鉄、大和最大寺駅前で銃声のような音が2回になった。現場にいた朝日新聞記者によると、駅前で街頭演説をしていた安倍元首相が倒れ、えー、救急搬送された。えー、発砲したとみられる音が取り押さえられた。えー、発砲したとみられる音が取り押さえられている。警察関係者によると、安倍氏は 安倍氏は心停止の状態だという。安倍氏の背後に向け散弾銃のようなものが少なくとも2発発射された。銃のようなものは現場で押収されたという。取材していた記者はその数分後、安倍氏の後ろ側から銃声のような音がしたのを聞いたと。聴衆がざわめき広がり、気づけば安倍元総理の背後に立った音が銃のようなものを手にしており、破裂音がさらにもう一度なった。2回撃ったってことですね。その後、安倍氏が倒れ、胸元から血が流れているのが見えた。まあこういう記事です。 で、概要欄に朝日新聞のリンクを貼っておきますので、詳しい話はそちらを見てほしいのですが、その記事には犯人確保の写真、そして安倍さんが倒れている写真、もうチートも出てます。で、私が見た感じでは、あもう安倍さんであることは間違いないです。で、えー、胸元というより私が見えたのは腹部を押さえている女性の姿は見えたんですが、胸元に血も出ていて、安倍さんは目を閉じていました。 で、日テレニュースによりますと、首に穴が開いてるとか、また心肺停止の状態で病院に搬送されたとか、かなり容態がね、厳しい感じがしました。えー、まあ、ちょっとね、現場で他に撃たれた人がいないとか、まだよくわからないことがありますが、何が何でも命だけは助かってほしい、そういう気持ちですよね。で、その後にですね、えー、午後1時9分段階ですが、奈良県警の発表がありまして、三段銃ではなく拳銃のようなもので、あ、えー、散弾銃ではなく拳銃で撃ったということが発表されています。 で、この件に関しましては、SP の警備がずさんだったとか、背後に注意があまりできていなかったなどの情報も身にしています。あの、SP さんが安倍さんの周りを囲んでるんですけども、安倍さんと同じ前方しか見てないとかね、後方に関して、えー、安倍さんの背後に対してあまり見ていないとか、だから犯人が近くまで寄れたんじゃないかとか、いろいろそういう話もありますが、今はそんな責任問題よりも、まあそういうの大事なんですけども、責任問題よりも、安倍さんが助かってほしい。そして他に被害者がいるなら全員助かってほしい。まあそれだけですね。 でね、皆さん気をつけてくださいね。まあ、これが大事だから取ったんですけども、現段階では被疑者はすでに確保されており、メディアでは名前も出ています。しかし、ただの愉快犯。例えば、日本で有名な人間をやれば有名になれるとか、いろんな動機が考えられるんですよね。この段階で安易に野党批判につなげてみたり、そういうことにつなげるのは良くないです。ね、普段から安倍さんの命なんてどうでもいいんだみたいなね、そういうふうな警察の そういうふうな軽率な発言する人いるじゃないですか。最近でもあ、ありましたよ、そういうのがね。だけども、くれぐれも今回ね、勝手にその話に犯人の動機を近づけて断定するのはダメです。よくわかりませんからね。こういう時に勝手に安倍さんの、おえたたことをね、えー、利用して、えー、野党批判につなげるのはダメですよ。ね。 で、皆さんご存知の通り、私は普段からあ政治家のツイートなどをチェックしてるんですが、まあおかしなやつがいるんですよ、今回も。で、まるで私が今から野党批判したみたいに見えるかもしれませんけど、そうちゃいますからね。あのね、蓮舫さんとか泉健太さんとか、えー、C 一夫さん共産党のね、とかは、 もちろん他にね、えー、与党の議員の方々も、もうひたすら安倍さんの命のことを考えれば追悼されてますよ。助かってほしい。どういう状況がわからんけども、安倍さんを助かってほしいって話してます。そしてですね、選挙期間中でもありますので、安倍さんのことを心配すると同時に、今日の外戦は中止しますとか、そういうことを言う人もいるんですね。で、私はこれもいいと思うんですよ。 まあ、立憲の小川淳也さんとか NHK 党の立花隆史さんとかはそういうことを書いてるんですけども、私はね、こういう発言は全く問題がないと思います。むしろね、仕方がないと思いますね。だって、えー、今日一応予定があったわけですから、そこに来る方もいるかもしれませんよね、支援者の中で。まあ、そういう方が来た時に混乱が起こりますし、 考えたくないですが、模倣犯出ても困りますよね。ですから、あ今日の外戦は中止しますとか言わないと、何が起こるかわかりませんから、まあどういう犯人かわかりませんけどね、まだね、組織的な犯行かもわかりませんけども、そういうふうに今日の選挙運動とかに関しては中止しますとか外戦中止しますとかいうのは、これはね、あのー、冷静な政治家の判断としては私は正しいと思うんですよ。だからこの、今回そういうツイートをされている方々は、冷静な判断をされてると思うんですね。ただね、 あの、とんでもないやつっていうか、ちょっとね、私は引いちゃったのがあるんですよ。何かというと、立憲民主党の東京選挙区から出ている松尾氏と、立憲衆議院議員の山岸議員なんですね。ちょっとこれ見てくださいよ。こちら,こちら松尾氏なんですけども、 状況が本当に心配されます。大事に至らず、早期に回復されるよう心からお祈り申し上げます。いかなる主義主張であろうとも、暴力で言論を封殺するようなことは絶対にあったらならず許せません。ここまで大丈夫です。普通です、これはね。ただ、私はこのようなことが二度と起こらないよう戦っていきますって、これちょっといらないんじゃないいらないっいうか、なんかまるで自分の選挙活動につなげようとしてる感じしませんこれ。見てて不快なんですよね。で、 その松尾市を応援している山岸議員なんかもこんなこと書いてるんですね、最後に。やっぱり最後に松尾明弘さん戦いますって書いてるんですよ。で、結局、この人たち、自分、そして自分たちの仲間の当選のことしか考えてないのちなみに、このね、えー、山岸議員のツイートなんですけども、午前11時59分に書かれたもんなんですけども、午後1時8分にはもう削除されてました。かなり炎上してましたからね。ただ私、ちょっとね、 さっきも言いますけども、安倍さんが助かってほしいっていうコメント、うん、めっちゃ正しいです。感情的にも正しいです。で、今日の選挙に関して、まあ、選挙運動に関して、取りやめとかね、なんかいろいろありますって話言うのも、これも選挙活動期間中ですからしょうがないです。だけどもね、な、なんか、うこういうふうなものに負けずに自分たちは頑張っていきますとか、うまあ、自分たちというか自分が頑張ります。自分の当選につなぎをする。こうちょっとな、私はこういうのを見てると深いのが気になったんですけどね。 な、ちょっとね、まだどうなるか分かりませんけども、安倍さんが助かってほしいと一心ですね。ちょっとね、えー、すいません、こんな風な感じの動画になりましたけども、皆さん、えー、皆さんくれぐれも冷静な判断をしてくださいね。では、失礼します。